骨盤を上下に動かします。皆様こんにちは、エアリースタジオのナシームです。今日はね、前回骨盤のインとアウトですね、お腹腹横筋を使ったインとアウトっていうのをやったと思うんですけれども、今日は骨盤を今度はね、縦に動かす動きをやっていきたいと思います。このチャンネルはベリーダンスを始めた方、始めたい方、経験者の方、筋トレ苦手なんだけれども痩せたい、引き締めたいっていう方に特化したチャンネルとなっております。私は40歳からベリーダンスを始めて4年で先生になることができました。現在1年目51歳なんですけれども、5つのスタジオを運営しております。そんなね、51歳のベリーダンサーの私が体験したこととか実感したことなどをこの動画でお伝えしております。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram もやっております。はい、ではレッスン開始しましょう。はい、では基本の姿勢ですね。ぐーっと引き上げて肩を下ろしたら、骨盤から動かしていくんですが、足は腰幅でお願いします。骨盤を縦にこう、ね、上下にね動かしていきます。片方の脇腹が縮んで片方の脇腹が伸びるっていう感じで、膝をうまく使うんですが、ちょっと膝下が見えてないんですけれども、後ほど、膝下見えるようにねカメラ引いてます。アンダーバストは床と平行に、こんな感じで、寝そべってるといいですね。寝そべった時に腰を反ると腰痛めてしまいますので、腰はしっかり床につけておいて、この骨盤をねこう上下に動かしてください。こんな感じでね、寝ると本当に分かりやすいです。でつま先立ちになってやってもやりやすいですね。でこんな風に座ってね、この骨盤がこういう風に今動いてるんですね。さあちょっとねカメラを引いてみました。わかりますでしょうか。片方の膝が緩んで片方の膝が伸びていて、骨盤がねかなりこう上下に動いております。こんな感じね、両方の膝が緩んで両方の膝が伸びるという感じにはならないので気をつけてください。でこのね内腹斜筋っていう筋肉をちょっと意識してやってるんですね。大臀筋を使うとお尻がねこう横に流れてしまいますので、しっかりね内腹斜筋を意識してみてください。両手を上げて辻皮をつかまると上半身が動かなくなります。慣れてきたらどん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 横に動かして、骨盤も少しずつ速くしていきます。で骨盤を上げるというよりも骨盤を床に下げるの方をイメージした方がうまくいきます。この骨盤の上下の動きがスヘイダステップだったりとか腰シミの動きにつながっていきます。この動きはねまた次回やっていきたいと思います。手をねこの足の付け根に置くとすごい動いてるのが分かりますので、分かりにくいなーっていう方は手を置いてやってみてください。お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。今日は骨盤を縦に動かすっていう感じでした。なんかね、寝転がってやったりとかするとすごい簡単にできるので、私はなんか朝起きた時とか、こう朝起きてうーってのピーってするじゃないですか。あの時に一緒にこの骨盤を上下に動かしております。はじめはねこの下にこう床があって、それ以上こう骨盤が下がらないのでちょっと難しく感じるかもしれませんけれども、寝ながらやるとこの骨盤の今こうやって動いてるんだなっていうのが分かってくるので、この骨盤の動きが分かるようになったら立ってやってみてください。膝を曲げて骨盤を動かすような感じでやってみてください。この骨盤の動き、前回やった腹横筋のインアウト、こちらをプラスした動きを来週やりたいと思います。今日もありがとうございました。また来週。皆様こんにちは、エアリースタジオのナシームです。今日はこちらのカフェボヘミアでエアリースタジオの第6回目のハフラをやります。ご案内します。カフェポフィアです。はい、では店内に入りたいと思います。店内は今ウクレレの
のリハをやっております。今メイク中です。和光のみんな、はーい、皆様、はい、ワクワクレイクタイム。そしてマネージャーのタケちゃんとのりさん、朝か。ちょっとまだ全員揃ってないね。はい、頑張りましょう。